はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。さて、今日は、かげろう日記について説明していきたいと思います。雨雲に反るかというところですね。やっていきましょう。これ、まあ、定期テストもそうですし、実際、入試問題とかにもね、良くなってたりするところなので、ぜひ理解しておいてもらいたいなと思います。まずなんですけども、家系図ですね。作者、藤原道綱の母という風になっています。 えー、そして夫が金家で藤原の道綱という子供を持っています。まあ分かりやすいですよね。ところがね、金家は時姫という女性との間にすごい子供いっぱい生まれてますよね。 道高、道金、戦士、道長というふうに、道高から順番にね、えー、長男、えー、そして次男。まあ、本当は道綱がね、次男なんですけども、えー、順番に生まれていってるという感じ。しかも、えー、娘である戦士はね、遠友天皇という、64代の遠友天皇とも結婚して皇后です。 で、子供が一条天皇という風になっていきますんで、まあ、華やかなお家ですよね。それに比べて道綱はっていうね。まあ、中肉中背で目二つに鼻一つに口一個っていうね。趣味は寝ることかなっていう <laughs>。 <laughs> という状況なんで、まあ、ぶっちゃけあんまり特に特、ないんですよね。特筆すべき点が。なので、かげろう日記という作品なんですが、作者、藤原道綱の母がですね、内容としましては、1。 金家との結婚と道綱出産というお話が書かれております。このね、道綱の母っていうのは、実は非常に美しい女性というふうにえ、他の文献とかでは表現されてたりするんですよ。かなり美しかったらしい。なので、金家としても縁を切る気とかは全然ないんですけども、あんまり愛情をかけてないという感じですね。なので、えー、これがね、道綱が出産するか しないかぐらいの時に発覚することなんですけども金家のね他の女との浮気というのが発覚しますなんかねちっちゃい路地のところに女がいてその女のところにちょこちょこ実は通っているらしいみたいな話があってねこれがまあ未道綱出産のあとすぐぐらいに発覚するんですよもうだからもうダブルショックですよね作者としては 男の子って言ったら基本四つぎです。後継ぎね。なので男の子が生まれた運だということは私ももう少し愛情がと思ったら他の女のとこ行ってるっていう。なんなんやあいつはっていうね。 だから3番、不実な夫、金家への悲しみとか嘆きというものが日記の中でめちゃくちゃ表現されますが。もうなんせ金家はね、もう本当にザ・プレイ・ボーラーみたいな感じなんでね。まあ平安時代の石田純一 <laughs>、やめときましょうね。そしてもうあまりにもね、夫が不誠実でなかなか自分たちのところにやってきてくれないので、夫への愛想を尽かして一人息子、道綱へ出来合愛していくという感じの内容が の日記は書かれたりします特徴としてはですね日記らしく主語の省略が非常に多いです。 でねこうこれがまた難しいんですけどもなんか変な文章になってますが夫に対してもね字の文で敬語を使用しないために主語の把握が難しいというふうに書いてますがほんと難しいんですよ誰の行動なんていうのがもう全くわからないのでせめて作者金家道綱という3人が出てくるっていうことと金家があんまり家に来ないっていうこととよく喧嘩するっていうことをこの辺を押さえといてもら つくづくと思い続けることはですね思い続けることはなおいかで心と解く詩にもしにしがな。 というふうに書いてますね。いかねっていうの、ここがよくね、防線引かれて、現代語訳しなさいというふうに問題になったりします。いかねっていうのが、どうしてとか、どのようにというふうな訳になるんですけども、家庭、命令、願望、意思、適当の意味用法とくっつくと、なんとかしてっていうふうに訳を変えるんですよね。 で、ここ、最後、西仮のところが、修女子で事故の願望になってます、これ。西仮っていうのは。なので、ここで願望を使ってるから、何とかして何々したいという風になるんですよね。だから、役としては、何とかして自分の意志で早く死んでしまいたい。 というふうに思ってるみたいなんですよ。やばいっすよね。と思うより他のこともなきよって書いてますからね。思うより他のこともないなってことでしょ。きついっすよね。だって家の、家にいるお母さんが死ぬこと以外考えられへんって思ってるんでしょ家事しながら、料理しながら、ああ死にたい死にたい。はぁ、死にたい死にたい。死にたい死にたい。死にたい死にたいってなってたらもうさすがにちょっとやばいっすよね。なんだけど、 ただ、この一人ある人を思うにぞって書いてます。これがね、道綱になります。ただ、この一人ある道綱という人を思うと、意図悲しき。ここは、形状子の像がね、係り結びの法則を起こして、形容詞連帯形悲しきという形になってます。道綱のことを思うと非常に悲しいと。はい。ただ、この一人いる子、道綱のことを思うととても悲しい。人となしてというのは一人前にしてっていうことなんですけども、後ろ安から めなどに預けてこそって書いてます、ね、この書同士の「む」は後ろに「妻、ま」「という名詞使ってますよね。この時は遠曲で取ると大体うまくいきます。だから安心できるような妻に預けてこそという感じですね。 死にも心安からむとは重いしかとなってます。系女詞のこそが来ているので、かかり結びの法則で依然形が発生するはずなんでね。見てみると、最後の重いしかのしかここの部分が空欄になってて、ここに何を入れるか考えなさいみたいな空所補充の問題とかにもよくなったりします。過去の助動式の依然形が入ります。かかり結びの法則なんでね。 だから安心できるような妻などに預けてこそ結婚させてってことですね。自分は死んでも心安からむ気が楽だろうと思ったのだがというふうになってますね。あれちょっと待ってくださいと。どこに逆説があるんですかっていうとそうなんですよ。これね、こそほにゃららしか 点という,ふうになってますよね。普通、形助詞、かかり結びの法則って、丸っていうふうに文章が終わる文末になるはずなんですけども、点がついて文章つながってますよね。こういうのは、こそ、ほにゃらら、依然形点で文章が点々点点点ってつながっている。こういうのをですね、逆説強調構文というふうに呼びます。形助詞の逆説強調構文で、ここ、訳としては、 ないんですよ。ないんですけども逆説で訳さないといけないんですよね。ほにゃららであるがててんんてんというふうに逆説でつないであげてください。いいですね。なんでここ、ね、道綱を一人前にして安心できるような奥さんを設けてね、その子と結婚させたら私が死んでも気が楽だろうと思ったのだがです。まあ、死ねないってことでしょうね。 いかなる心地してさすらえむずらむと思うにってことですね。さすらっていくのだろうというふうに推理をするとって感じですね。道綱がどんな気持ちで世の中をさまよっていくのだろうかと思うとなお意図死にがたしやはり死にづらいという形になってます。 作者にとって道綱というのは穂出しになっているということがわかるんですよね。穂出しって何ですかっていうとこれ死ぬこととか出家の妨げになることを穂出しというふうに言います。だから道綱 これが作者にとってのほだしです。本当は夫との関係がもう破綻してて辛いことばっかりやから死んでしまいたいけど死んでしまうと道綱が、ああ、道綱がって思うと死ねないっていう、こういうのをほだしって言います。そして、いかがはセム。なんか話してますね。どうしようかしら。形を変えというのは髪の毛を切ってしまうという、提発してということですね。で、よう思いかるやと試みん。 ですねこの世を思い切ってしまうあるいはこの世というのが男女の中というふうにとれば夫と別れてしまうというふうなふうに、えー、とれますよね。だから夫と別れてしまおうか試みに試してみようかしら。 と語らえばって言ってます。これ誰に言ったんかっていうと、道綱に言ってるんですよね。もうよりによってそんなことを息子に喋んなよっていうね。<laughs> 道綱聞いて。お父さんとのやりとりもう本当に疲れたの私。だからもう出家しようかしら。あるいはもうお父さんと離婚しようかしらって息子に言いますかっていうね。 言っちゃいました。するとですね、まだ深くもあらんなれど、これ打ち消してます。まだ深くもないんだけど、何がかっていうと、そういうね、えー、資料分別、この世の中の出来事、そういうのがですね、全然ね、まだ深くないんですよ。子供やから、道綱は。 で、全然深くもないんだけど、お母さんがあまりにも悲しそうに言うからね、意味重さくりも、ゆよとなくてって書いてあります。非常にしゃぐり上げて、おいおいと泣いてって感じ <laughs> <laughs> み,みたいな感じですね。<laughs> さあ、なりたまは、ま、まるぼほいじんやてこだあるめって言ってますね。さあ、というのは指示語です。そのようになり、 ですね、そのようにというのはお母さんが出家をしてしまう尼になるということですねお母さんが尼になり尊敬語なさるのならばここ道綱が喋ってますから道綱から母に対する尊敬語ね作者ですなるのならばマロも私も方師になりてこそあらめって言ってますねこそ命でかかり結びの法則非常に強い意味で使ってますね意思として非常に強いと 母上がそうなりなさるならば私も奉仕になって暮らしましょう何にせむにか世にはまじらまん何の生きがいがあって世間の人たちにまじって暮らしましょうかいやー暮らしませんっていうふうに泣きながら喋ってるんですよ。やばいっすよね。意味軸ヨヨと泣けばって書いてます。 で、我もってきてますからね。もっていうのは基本並列で使う言葉なんで、だいたいわかりますよね。もうめっちゃ泣いてんねんなっていう。だから、え、赤飯平年、どうのところが単語わからなくても、もっていう言葉で、並列やなって取ってあげたら、めっちゃ泣いてんねやっていうのが取れると思います。一応説明するとですね、えー、とね、このねがず。 打ち消しの図の図然形なんですよ。だから私も何々できない不可能の意味でとりますで咳あふっていうのは涙を止める止めるせき止めるっていう意味なので咳止めることができないだから涙を止めることができないがってことですねもうめちゃくちゃ我慢したんやけど無理えぶってブワーいって号泣してるとだけど意味じさに意味じさっていうのは基本ベリー マイナススかかかベリープラスかどっちでで取りますでここの場合で言ったらねもうお父、ね、お母さんも息子も号泣してるんですよもうあまりの悲しさで出家しようかしらブー,ー言うてあの漫画のラーメンみたいな滝みたいな涙が出てるんですよそれでとっても面白いっておかしいからまあベリーマイナスでしょ だから、非常に辛いので、たわぶれに言いなさむって書いてますね。言いなすっていうのは無理にそうする。無理にそういう風に言うやから、ここはたわぶれにっていうのは、冗談に言い紛らわすという感じの役になります。あまりにも切ないから、冗談に言い紛らわそうと思ってっていうことですね。まあ、そらそうやわな。<laughs> その作者そうなるでっていう自分の子供にそんなこと語ったら子供も号泣しながらそう言うでっていうねはいするとですね一応冗談が登場しますだからこっからあの母親は騎士回生のボケをどんなボケでしょうねもうみんなが大号泣している中で悲しみで大号泣してる中でも笑いに変えていくのかさて高川ではいかがしたまはむずると言いたればって書いてます では、打ち消しですね。さて、鷹を買わずに、どうしなさるのですかっていう。意味不明や。これ何のボケやねんっていうね。では、鷹を買わずに、どうなさるおつもりなのとかっていうふうに聞いたんですよ。するとですね、やおら、そっとです。このやおらっていうのはよく、これも単語の意味で聞かれたりします。静かにそっとっていう感じね。立ち走りて、し、据えたる。据えというのは和行、下二段のすうですね。 映画「和行」ですからね。間違いないようにしてください。そこにね、つ、え、な、ー、ぎ止めていた鷹を握って空へ放ってしまったというふうに書いてます。これどういうことかわかりますか自分が出家するって言いました。で、出家するって言ったことに対して、息子も出家するって言いました。で、古文の世界の出家っていうのは、なんか頭丸めてお寺に入ったらいいんですよねっていう、そういう簡単なレベルじゃなくて、悲しみとか苦しみとかが、 こううわーって極限になった時に選ぶものなんですよで思い出してほしいんですけど作者は死にたい死にたいと思ってたんですよだからその死ぬっていう行為のほぼ代用が出家なんですよねそう考えたら死ぬことと出家することっていうのがほぼニアリーイコールぐらいの 重要度なんですよ。わかりますだから、えー、出家するいう話した。ほんだら、道綱、もう私も出家、僕も出家するとか言うから、これは止めなと思って、冗談やで、っていうので、あんたそんなん言って、奉仕になる、言うてるけど、奉仕になったら、あの、買ってる鷹、買われへんねんで、ええ、とかって言ったわけですよ。 でこの鷹ってなんやねんって言うと実はお父さんである金家からもらった大事な大事な鷹やったんですよねだからさっきの「穂出し」っていうので考えると作者お母さんは道綱の穂出しになるのはお父さんからプレゼントされた鷹やと思ったんですがだから鷹を出したらあやめるかなって思ったんです まあこんな感じですよ。ちっちゃい子供が、お母さん出家しようかなっていう服全部脱いで、葉っぱ人間なんてやりもって、ね、山ん中こもってウホウホ言おうかなっていう感じで言ったんですよ。ほんだら、子供が、<laughs> お父さんお母さんがそんな攻めたばっかまいかってなったから、そんなん言ってあんた山ん中こもったらな、3DS もスイッチも持っていかれへんねんで、スマホもないねんで、電気もないねんで、それでもやんのって聞いたら、え ってなると思うんだよ「ええー、DS もスイッチもできひんのやったらやめとく」って言うと思ったんです。思ったんですけどスッと立ってねそれを聞いた道綱はそこにねそのつなぎ止めてあった大事な大事な鷹をですね握り放ってしまったと。だからさっきの僕の例えで言ったらスイッチとか DS をもう気にぶつけてぶち壊したみたいな感じです。つまりこれは道綱が「いや僕は出家しますよ」っていう決意を表した表現なんですよね。 だから見ている人もね、涙を止めることができません。従者たちもですね、もうみんな号泣です。まして、当事者である私は、一日中悲しいと、心地に思いました。争えば、争ってると、こ道綱とね、言い争っていると思いにわぶる、いろんないろんな迷いが、ぶわって出てきます。そんな雨雲に、まずそるか ソルっていうのははるかかなかとてつもない途方もない方向へ飛んでいってしまうっていう動詞なんですけども先に飛んでいってしまう鷹がとても悲しいなぁという和歌を読んだんですよ。でこの和歌には掛け言葉があって雨雨雲ののに雨さんの雨だから言い争ってるといろいろ迷ってもう「雨にもなろうかなと思ってたこの「雨にもなろうかなとかそんないろんな思いが。 雨雲に飛んでいってしまうまず反る高ですよね反る高です反るっていうのは頭を反るですね反っていくそんなことを思うととても悲しいなあというお話をですねえー、この和歌では表現してます反るという漢字が2つですね雨雲と雨 ソルとソルというのが掛け言葉になっているという、これもよく問題になるんでね、ぜひ押さえといてもらえたらなと思います。ちなみにこの後ですね、全く空気を読まないように、実は金家から <laughs> 手紙が届きます。<laughs> でそれに対してさすがに作者もねもうイラッとして今は胸クソ悪いから言うてその手紙を受け取らなかったっていうお話がね載ってるんですけども金家も空気悪い時にまあ若い読むっていうか手紙送ってくるよなというね。 えー、そういう感じのお話でした。この内容ね、なかなかよくいろんなところでも見かけたりするので、えー、ぜひ、えー、何度も見てね、理解を深めておいてもらえればなと思います。はい。ということで、定期テスト、そして受験対策としても皆さん頑張ってもらえればなと思います。それでは、バイバイ。 自分の母親がいきなりこんなん言ってきたらどうするかな私出家しようかなと思って、も、ま、う、あ、どうしたんちょっと座り話聞いたるわってなるよな普通は。<laughs> 僕も寝るなんてなれへんよな。<laughs> ちなみにこの時未知図の14歳ですよ。<laughs> まあまあな歳っていうね、おいおいって感じますけども。<laughs> バイバイ。